ライブですからね、これも生がね、やっぱりライブが、うん、ライブですから、うんうん、はい、やっぱりいいってことで、お、はい、自然に変わる、戻ってきました。いや、今イメージさんボタン押したいや。あ、なるほどね、うん、はい、そうかそうか。そういうことで、まあでもラビッツプラン、うん、なんかスタッフ、え、まっちゃん、スタッフのまっちゃんが言ってたんけど、今後なんかこう奈良盛り上げるためにサンシャワーサプライズと一緒にやっていく。あ、そうなんですよ、サンシャワーサプライズと、なるほど、あの、うん、ラビッツプランで、はい、ちょっとあのなんていうかな、うん、高校生とかを巻き込んで、ちょっと僕らで何かできひんかなって今ちょっと考えてるんですけど、イベント的なものを、うん、はい、いや素晴らしい、これはやっと嬉しいな、後輩が、僕嬉しいですね、うん、もうやっとそういう後輩が出てきたんやなって、うんうん、ほんまにやっと思いますね、うんうん、そうやんな、はい、頑張ってくれ、そう頑張ります、うん、その前のイベントを俺やっていくから、あの高校生の初心者ばっか集めて、あーなるほど、そっからそっちにどんどん投げかけていこう。あ、そんなんやるんすか。6月からやんねん俺も。それはそれでおもろそうっすね、うん、高校生バンドの交流会みたいなやつを、おうおう、うん、僕も行っていいですかそれ。いや、それはもうだいぶやわ。え、うん、え、僕も行っていいですか。いいっすねって言ってましたよ、うん、ほんだまあ来る来るいや、手伝いにいいっすよ。うん、別にでも見に見て、その今の高校生のレベルとかは今のバンドマンに俺見てほしい。ああなるほどね、うん、でもすごい今のでもこうやってレベル高いんじゃないですか。それが極端やね、もうめっちゃ上手い子は上手いけど。ああそうなんですか。初心者の子は初心者ね。ああ、うん、なるほどね。そこがな、なんとなっていくかわからへんけど、まあまあそうですね、まあ、最終やからみんな他の学校の子と接していきたいとか、はいはいはい、そういうの大事ですね。そういうの、いや、そういうのはマジででも大事ですよね。ないやろだって、はい、なあ、ないっすね。そう、そういうのをちょっと作り上げていこうかなと。いいっすね。だからそっからこっちからそっちに投げかけて、こっからまた先輩に至って、また奈良がね奈良どんどん音楽シーンでね、いっぱいに盛り上がっていくように、はい。ちなみに僕ら4月から始まります。いい感じですよね、稽古がね、はい、4月からや、はい、僕らも4月から始動します。おー、うん、素晴らしい、はい、場所はどこでやんの。場所はね、こう言っていいか、まあ、イコマのレイブゲートで、はい、うん、だんだん徐々に大きくしていこうかな。もう日程も抑えてる感じで。そうですね、もう抑えてますね。あー、そうか、はい、なるほど。ほんなんなぜひぜひ遊びに行くわ、そういうの、はい、うん、素晴らしい。ということで、もう時間もですね、うん、あ、どうしよう、質問コーナー今日はなし。質問コーナー行ってきましょう。行きましょうよ。あ、そんなあるんすか。そんなコーナーあるんすか、ね、そうそうそう、ね、質問コーナー、ボンボンあとちょっと今から僕が書けます。初めてなんで、はい、あとこれラビッツプランホームページとツイッターもあるんで、よかったら検索してみてください。はい、はい、いきますかね。よろしくお願いします。質問コーナーでーす、奈良のお気に入りスポットを聞きたいと思います。はい、今奈良県で言うとどこら辺やろ、まあ、北部、中部、南部やったらどこに住んでる。ちょうどど真ん中ですね。あ、中部で、はい、あ、はい、桜井ってとこに住んでますけど、はいはいはい、奈良のお気に入りスポット、うん、難しい。どっかあるかな。あ、でもあの、芝の芝運動公園っていう桜井にそういう公園があるんですけど、うん、はい、へー、はい、そこであのね、一回やったことあるんですけど、公園であのギター持って一人で弾き語りするって、はいはい、夜中。あ、めっちゃ気持ちかったですね。はいはいはい、はい、はい、好きですね、こう。へえ、感じですよね。めっちゃマイナーなこと言ってもた。屋外でなんかタコの公園とかあるんですよ。ね、タコの公園じゃん、タコのあの滑り台みたいな、ね、とかあったりとか、うん、なんかちょっとレトロな公園なんですけど。今でもたまにそこ行ったらポムが一人で歌ってるみたいな。多分不審者か僕かどっちかっすわ。そうやな、はい。なるほど。はい、まあまあ。まあでもこれからね、暖かくなってくるんで。そうやな。いいんじゃないですか。うん、そういうところね。ぜひ。うん、ほんなら追ってな、そこ。紹介するから。はい。うん、紹介する。はい。みんなで行きましょう。みんなで行こう。歌いましょう、みんなで。行きましょう。そして、そして。はい、そして、あ、これな、これは俺いつも気になんねん。お気に入りグルメ。お気に入りグルメ。難しい。お、これは奈良、これ奈良奈良根は的な要素ですもんね。そうや、そうそうそう、うん、県外の人、例えば 今度のイベント県外の人いっぱい来るやん、うん、どこ紹介する、美味しいとこって言われて。そうですね、うん、それ大事ですよね。それ大事だもん。あのね、うん、新大宮に、うん、新大宮、お、あの新大宮駅あるじゃないですか。はい、新大宮駅ね。あ、この近くに、うん、
天丼屋があるんですけど。あー、あるな。天気、天気。駅前のとこ。はい。あるある。あっこくっそうまくないですか。美味しいね。あっこめっちゃ好きなんですよ。あっこ美味しい。はい。俺もよう行く。あ、マジですか。あっこスタジオに来てくれてるお客さん働いてんやんか。あ、そうなんですか。へぇー。あっこくっそ好きなんですよ。美味しいな。あっこ美味しいですよ、もう。確かにね。あっこはいいと思う。あっこめっちゃ好きです。私行ったことないで行ってみますわ、ぜひ。ぜひぜひ、もう。松屋の横ですから。そうそう。天一の横ですからね。ね、天一の天一も美味しいっすね。天一もうまいな。あっこうまいっすよね、やっぱり。あっこの天一うまいな。あっこの天一は最強っすわ。天一はよく行きますね。あ、ほんまっすか。どこの天一行きます。いや、だからその新大宮とか。あ、ほんまっすか。僕、明太子食えないんで。なんか、天一の天丼屋があんまり入ることがなくて。あ、ほんまっすか。もうぜひ行ってみてください。はい、ね、はい、ぜひぜひ。今もうこっちで喋りかけて、こっち続いたから、ポム固まったもんね。こっちはこっちで。そう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 。ロングフリーズ弾いても。はい。そしてそして次の質問が音楽的なね、その大事な、これはちょっと俺聞きたいわ実際。はい。どう思ってる？なやなや。はい。今後の活動や目標。そう。ああ、これはね気になりますね。そう。どういう風に考えてる？ね。これはそうですね。とりあえず今はやっぱツアー中なんで、ファイナルをしっかりこう自分らのなんやろ。全力と全力出せるように努力することと、それした上で全力出して、もうほんまに何やろ、その9番の出るんですけど、9番の中でやっぱり一番輝けるようにっていう目標を立ててましてっていう感じなんと、あと今後そうファイナル終わってからはちょっとスケジュールがいろいろ詰まっちゃって、埋まった関東とか名古屋であるまあちょっと大きいイベントにも出させてもらう、あのゴールドラッシュっていうサーキットイベントとかにも出させてもらって、そこにちょっと力入れようかなっていう。なるほど。はい、思ってますね。あ、そうか。そうですね、今年中にもう1枚 CD 出せたらなって感じなんですけど、そういう目標も立てながら。アルバム？アルバムを。あ、マジで？いや、すごい。まあ一応、まあそれを目標に頑張ってるっていう。目標にってるんだよな。いや、笑い声ですよ、頑張ってるんだよ。まあ練習と制作を分けてやってる状況ですかね。ああ。夢はね、もうティーレッティティーレッティーレ言いながら階段降りることですけど。まあなんや。え？わかるでしょ今の。ティーレッ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 ティーティーティーンじゃないですか。ティーレッティーティーレッティーレッティーレッティー。なるほど。おお。笑い声の感じね。ということで、はい。まあまあまあ今後、まあまあそういう意味ではもうパイセンキッズも今年。まだリリース決まったから、まだリリースするんで今後ともよろしくお願いします。何だ何だ何だ何の感じやってんの。何だ何だ。まあまあでもね、夢はね、テレテテ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 ありがとう。はい。来てくれて。そしてまた次回、な、他のメンバーも。そうですね、メンバー連れて。そうですね。メンバー全然来ない。ちょっとな、沙織とかちょっと無理やり連れてくるわ、俺。うん。言って。全然喋れない感じなんで、頑張って引き出してあげてください。ああ、もうそれはもう任せて。うん。はい。まあぜひまた次回もね、来てもらいましょう。はい。そして、あ、そうか、来週ちょっと今まだ、まだちょっと。まだあれなんですけど、ちょっともう声かけてるところはあるんで、また発表はしますんで。そうです。ね、ということで、とりあえず、時間になったんで、はい、今日は犬井さん、まず誰を切るかっていうのを、はい、はい、まあ、決まってます。お、決まってますか。はい、はい、いきますかね。はい、はい、お願いします。はい、いきます。ラビットブランドサウンドでネバーランドを切るー。やあ、バイバーイ。ありがとうございました。また来週。ありがとうございました。